見切れましょうか。転がらなきゃいけない。え？あんたが動くようになったら。それはあのビカビカのやつ準備するわ。金のやつを準備するわ。これがいいんじゃん。これはこのオイルは、普通の車用のガソリン用のエンジンオイル。いいオイルとかいらんす。ラピザさんのあれだよ。それはこだわりな。あ、こだわりじゃん。あ、そうだ。いいオイルをな、入れちゃうしもおる。あ、まあそうじゃん。だけな、俺。うん、そうじゃん。なんでこげ外すときにだけな、言うて、それがどうだ、俳優用なをな、入れちゃうしもおる。ああ、まあそれは自由じゃん。力かけて回さんけえち。ああ、そういうことじゃな。だけど、こだわりにしやったら、だけオイル入れちゃうんで、ビカビカのいいやつを。そのオイルね、ほら。あの匂いがあるじゃん。あ、そうそう。いいオイルな。というのが好きだしやな。まあここに来るは三浦さんなんかあんたこれがあんた装飾のやつじゃけな。ああ。かっこいいやつつけてる。ああ、なるほどな。一個1万円とか言う。え？かなわんで。かなわんな。いいなコンパルブが。こういうタペット調整とかもするんじゃろ。時々。ああ。もう堀井自転車だよ。音はバレ、音的にはバレ。ちょっと静かにしてくれんか。喋るわ、ずっと喋るぞ。なこれ。無理やわこれ。これ見ながら静かにしてる。お助けなんで。誰が先にエンジンかかるかな。電池が切れるやねん。これはなんか人間味のある音しかね。うん、人間味あるような音がするな。もうこの手行こう。なんか人間味ある音がする。だいぶ発煙が出ようかな。発煙が出ようかな。これ昔からそういうの。